ラクーンシティ警察署。ああ、セロビーだ。あれ、アメツ。ああ、バレとるやないかい。殴られちまった。蹴りに行った。あ、いや、蹴ってないわ。アメツだわ。ああ、いいっすか。あざす。あざす。回そう回そう。今回、破滅があるってことは、イラプションがないってことだから、それは安心できるね。イラプションがなくなった時に向けて、イラプションがなくても僕たちはやっていけるぞっていう。ああ、それがあるのか。うわっ、拾ったのか。あ、これ、あれでしょ。鎖オブジェクトで切ったらまた来るやつでしょ。おーっと、それはまずい。それはまずいけど、向こう行けない。いや、多分行ってると思うよ。誰かが行ってる。2人だったら回せる。いや、回せねえ。いや、回せねえ。指数関数あれ入ってるんじゃなかったっけ。こっち来たら、あっち来たら起きられるぞ。指数関数あるの分かってなかったんだろうな。しゃあないな。あれは箱分かってんな。いや、でもそれでも取るしかないよな。いや、こっち見たやな。しゃあ、ちょっと音でバレんだって。え、これなんだ。あれなんだこれ。ちょっと待って、何拾ってんだこれ。ちょっと待ってね。なんだこれ、ライト持ってる。あれ、これ箱拾ったはずなんだけど。なんだこれ。罠、すげえ罠があった。ちょっと待ってくれ。待って、上がってないから。上がってないから、お、逃げてくれ。やばい。あーす、あれは罠だよ。作詞だな。セノバイト、ライトと箱が並んでた。そくそ、あったと思ってパパッと取ったんだけど、ライトでした。くそ、鼻が伸びてる。めっちゃ伸びてる、あの人。何あれ。めっちゃ伸びてる。もうダメだよ。ああ、お家に帰らされた。違う。ああ、こいつ分かってる。そう、右前なんだよ、これ、フックの。この顔ズームインできるやつ。ちょっと待って、これ、じゃあ箱の形でおかしかったと思ったんだよ。なんだよこれ。箱からライトが生えてる。やばすぎ。